ケプラー67とは、地球から見て、白鳥座の方向に、約3600光年離れた位置にある太陽より、やや小ぶりな G 型主系列星である。2013年に、ケプラー宇宙望遠鏡の観測によって一つの、太陽系外惑星が発見された。三回星団 NGC6811 ケプラー67系は、ケプラーの観測視野内にある、 唯一の三回星団 NGC6811 の中にある。戦術のように2013年に太陽系外惑星ケプラー67ビットが発見された。三回星団の中に発見された太陽系外惑星はこれまでの惑星形成理論の常識を覆すものとして注目されている。従来の理論では星団のような恒星がひしめき合う場所にある惑星は 強い放射線と強烈な恒星風にさらされるため惑星が誕生するには過酷な環境だとされてきたからである。実際にケプラー67ビットの発見前に発見されていた星団の中にある太陽系外惑星は4つしかなかった。3回星団は比較的年齢や距離を正確に求めることができる。このことからケプラー67系の年齢は約10億年。 距離は約3600光年と正確に求めることができた。ケプラー67ビットは正確な年齢、距離、半径が判明している希少な惑星として注目されている。ケプラー67ビットは木星の0.31倍の質量と木星の0.26倍の半径を持つ小型なガス惑星とされている。なお、ケプラー67系の前に 太陽系外惑星が発見されたケプラー66系も NGC6811 に属する。ありがとうございます。